紅葉駅は、広島県安芸郡府中町、青崎南にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅。線路名称上では、山陽本線単独駅であるが、運転系統上遅れ線の列車も乗り入れる。駅番号は、山陽本線が JRG03、呉線が JRY03。西条駅が管理し、JR 西日本広島メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅である。また、同社の広島東事業所が設けられている。当駅は、広島市ではなく府中町に位置するが、府中町自体が広島市に囲まれているために、JR の旅客営業規則では、特定特市内の広島市内に含まれている。また、ICOCA利用可能駅である。駅の住所は、安芸郡府中町、青崎南であり、向陽ではない。駅名の向宏は、広島市南区の紅葉地区に由来し、紅葉地区は当駅の南に 1km ほど離れている。松田本社の最寄り駅であることから、平日の朝夕ラッシュ時は、松田社員等の人々で大変混雑する駅でもある。駅周辺の踏切は朝夕に、開かずの踏切となる状況が続いている。1945年米軍作成の広島市地図。向灘ステーション表記。北口相対式2面4線の地上駅で、ホームは外側2線のみにある。ホームのない内側2線は貨物線であり、上り貨物が3番線、下り貨物が2番線を通過する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎及び改札口は、開業から長らく南側の広島方面行きホームにしかなく、北側の三原方面行きホームには、跨線橋で連絡する構造となっていたが、2011年に北側にも小規模な駅舎と改札口が開設された。また、南口改札には以前は回転字幕式の発車標が設置されていたが、LED 式の発車標に更新された。北口改札は2019年3月に LED 式の発車標が新設された。両改札とも隣の海田市駅と、同じく方面ごとに発車標が振り分けられている。ホームでは列車接近時にメロディーが流れるだけであったが、2019年3月に LED 式の発車標が新設され、現行の詳細な放送に更新された。なお、広島市東部地区連続立体交差事業が予定されており、実施の際には内側線にもホームを設けた、島式2面4線の構造とした上で、当駅の天神川駅寄りに渡り線を設け、内側2線を山陽本線、外側2線を呉線に変更する計画となっている。駅スタンプは中四国最大の自動車工場のある駅。以上の1日平均乗車人員は年度毎乗客数を365で割った値を小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度毎総数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で、四捨五入。小数点1位の値にしたものである。ありがとうございます。